昭和大学横浜市北部病院消化器センターの和田義樹です。 NBI 併用エンドサイトスコープを用いた大腸病変の微小血管構造について報告いたします。近年 NBI の発展により腫瘍表面の微小血管の観察が可能になりました。一体型エンドサイトスコープは約450倍の拡大倍率で病変を観察でき、生体内で細胞異形を診断できます。今回の目的は、大腸粘膜や腫瘍における微小血管を一体型エンドサイトスコープを用いて NBI 超拡大観察し、その特徴を明らかにすることです。エンドサイトスコープは通常観察用の対物レンズとエンドサイト用の対物レンズが先端に位置しております。通常観察用の対物レンズは80倍までの拡大観察が可能で、エンドサイト用の対物レンズは約450倍の拡大観察が可能であります。対象は当院で NBI 併用のエンドサイトスコピー視交互に切除された大腸病変、86症例94病変、および正常粘膜11箇所でした。エンドサイトスコープの画像は正方形であります。取得画像距離の設計値は400マイクロメーターですが、凸版チャートを用いて算出された当院にあるエンドサイトスコープの取得画像範囲は426マイクロメーターでありました。エンドサイトスコープ画像の血管径を測定し、取得画像範囲より血管径を算出しました。上行結腸計10ミリの選手です。NBI 拡大観察でネットワークパターン、色素拡大観察では 3L 型ピットパターンでした。はじめに NBI 及び色素拡大観察を行います。その後、手元のスイッチでエンドサイトスコープ画像に切り替えます。スリット状の線空が観察されます。NBI に切り替えると、病変表層の血管を観察することができます。選手で見られるスリット状の正な線空であります。NBI を併用しますと、太さが比較的均一な血管がネットワークを形成しながら走行しているのがはっきりと観察できます。赤血球の流れも観察できます。次の症例は直腸 RB の 1S SM 深部浸潤癌です。NBI 拡大観察でイリギュラーパターン、色素拡大観察では 5N 型ピットパターンでした。腺管構造は破壊され、認識することができません。血管は腺腫よりも太く、後傾不動で、走行が異常な血管が観察されます。病理組織と最大血管径については、腫瘍、腫瘍を比較すると、腫瘍は優位に太く、また、SM 深部浸潤癌では他の腫瘍と比較すると優位に太いという結果でありました。超拡大内視鏡は生体内で生きた細胞や核を観察できるだけではなく、 NBI を併用することで大腸粘膜及び腫瘍の微小血管の特徴を認識でき、 SM 深部浸潤癌と腺腫、 SM 微小浸潤癌を鑑別できる可能性が示唆されました。